はい、すいません、皆さん、こんにちは、こんばんは、あのファッフィーと申します。今回からですね、ドラクエ3やっていこうと思います。で、まあ、今回もですね、あの、まあ、前々からそうなんですけど、あの、私のドラクエ1、2はやってまして、あの、特に縛りも何もないです。ただ遊びたいように遊ぶっていう感じです。まあそんな感じなんですけど、まあそうですね、あの、私はドラクエの時代はですね、スーパーファミコン飛び越してファミコンの世代なので、あの、まあその古い記憶をまあ思い出しながら、またベラベラ喋っていけるといいかなと思っております。まあですね、まあかなり緩い感じでやりますんで、あの、まあそうですね、あとやっぱりあのドームシリーズもそうですけど、あの、私はやっぱりクリア済みなので、あのネタバレの話とかもやっぱり出ちゃうんでですね、まあそのあたりはちょっと、ネタバレあるよっていうことでお願いします。これはもしプレイされてない方はぜひ、見ずにあのプレイをされる方が絶対いいゲームなので、ドラクエのシリーズはそうですね、一回ぜひプレイしてもらいたいなっていうのは思いますけど、まあまあとりあえず進めていきましょうね。画面がずっと変わらないので、じゃあ冒険の書をまず作っていきましょう。そうですね、このアカウントだと初めてなので、じゃあいつもの通り、あ、つが入れられないのでファーフィーにしましょうか。ファーフィーでいきましょう。この4文字のルールはもう定番なんですよね。で、あの、いつからだっけこれ、スーファミ版からかな、カタカナ使えるようになった。昔はなかったんですけどね。なんかまあこんな感じです。あの、で、あと、あの、超いにしえの記憶なので、あの、めちゃくちゃ前ですからね、あの、間違ってることも多々あります、多々ありますんで、あの、あんまりそのあたりは、あの、話半分で聞いていただけるとありがたいかなと思います。あ、でももし、あの、思い出されて、あの、気づいた方とかおられれば、あの、それってああじゃないとかっていうのは全然言ってもらって結構ですので、まあ、基本的にはもうネタバレするようなものではあるんでですね、私の部分はですね、あの、全てプレイ済みになりますんで、まあ、そのあたりは本当重々、あの、注意して、あの、始めたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、ファフィーで出発しましょう。で、ドラクエ3、これベースがスーパーファミコン版になってると思うんですけど、あの、まあ、いろんなシステムがファミコン版から比べて追加されてるんですが、あの、女性の方が圧倒的に強いです。ですが、あの、今回は別に、あの、最強目指すわけじゃないので、あの、ものすごく久しぶりに男でやってみたいと思います。表示速度はどうしましょうかね。遅いでなんか回した方が早いっていう話もあるんですけどね。一応どうしましょうかね、まあ、3ぐらいにしときましょうか。 BGM はちょっと大きいのかな、ちょっと、あ、消えちゃった。まあでも音楽いいですからね、やっぱ5でいきましょうか。また、あの、不採用なら考えていきましょう。わ、そうか、そう、画面がですね、4対3だからこういう画面になるんだ。小さいですね、ちょっと見づらいかもですけど。そうか、いや、昔はですね、これ4対3だったんですよね、テレビの画面が。スーパーファミコンもまだその世代になるのでこんな感じなんでしょうね。すごいな、小さいや、ちょっと見づらいかもですが、まあやっていきましょう。ちょっと、あの、ゲームボーイ版を思い出しますけど、ね、ゲームボーイ版もやってます。ゲームボーイカラーでやりましたね。じゃあ行きましょう。ドラクエ3はほぼ全ての分やってるんじゃないかな。あ、スマホの分はやってないかな。スマホ出てるはずです。これはだからスーパーファミコン版を元にしたスマホ版になるのかな。よし、じゃあ行きましょう。はい、ここまで行くと来ましたね。ファフィー、ファフィー、私の声が聞こえますね。私は全てを司るもの、あなたはやがて真の勇者として私の前に現れることでしょう。しかしその前にこの私に教えてほしいのです、あなたがどういう人なのかを。さあ、私の質問に正直に答えるのです。用意はいいですか。はい。ここなんですけど、あの、一応まあ攻略の話をしとくと、あの、まあ、当たりの性格っていうのがあって、
でそこに目指す方法っていうのはもう決まってますね。あの回答の仕方があるんですけど、あの、まあ、もしですね、あのそういうあの攻略される方がいたら、あのぜひあの攻略を調べていただくと、あの結構狙って正確にできるので、あのそれはそれでまた面白い攻略できるんでです。で今回はあの正確に関してはもうやり直しもあのしません。でかなりアバウトに行きたいと思います。昔覚えてたんですけどね、全部何回目で、いいえを押してどうするとかですね、あの目指せセクシーギャルみたいな感じでやってたんですけど、まあのんびりやっていきましょう。さあ私の質問に、あ、ここは読みましたね。じゃあはい、まずあなたの誠の名前を教えてください。誠の名前はちょっと言うわけにはいかないんですけど、じゃあどうしようかな。じゃああの、まああの名前はあれなんですよね、あのこれ私の名前はあの写真に出てる金魚の名前なんですよ。あ、もういないんですけどね、あのちょっと昔のなんで、そうなんですけど、ちょっと悲しいですけど、のハフィーでいきましょうか。ここはでもあんまり関係がなかったような気がしますけどね。つが入れられる、ここでは。入れていきましょう。初めてだな、こんなんやるの。いつもこう、あーとかで終わるんですよね。で、終わりましょう。生まれたのはですね、どれくらいだったかな、夏だったと思うんですけどね。夏過ぎてたか。9月にしよう。9月の、まあ頭の方だったのかな、まあ、9月の9日ぐらいしましょう。乙女座だったのか。そうか。じゃあ、これでいきましょうね。はい。私はこれ、では、金魚のパッフィー。私はこれからいくつかの質問をします。難しく考えず、素直な気持ちで答えてください。すいませんね。今日も鼻がすごく詰まっていますが、すいません。そうすれば私はあなたをさらに知ることになるでしょう。さあ始めましょう。あなたにとって勝利とは戦うことで得られるものですか？戦いがないと勝利にならないですよね。はい。剣で戦うより魔法を使う方が好きですか？どちらかというと剣の方が単純で好きですね。あまり知らない人といるのは、まあこれは好かれますね。言っても占いを信じる方ですか？占いは信じるっていうかビビるんですけど忘れますね。だから結局あんまり信じてはないんでしょうね。体を動かすのは好きです。少しのことでもすぐにイライラしてしまう方ですか？基本的にはカルシウム足りてないタイプだとは思うんですけど、最近ずいぶん丸くなったとは言われるんですが、どっちにしようかな。まあ今はそうでもないな、本当。ちょっと前までは本当狂犬みたいなやつだったんですけどね。どんな理由であれ一度交わした約束を破ってしまうのは許されないことと思います。この質問が結構ターニングポイントだったと思うんですよね。まあどっちでもいいですね、今回は。破ってしまうのは許されないことと思いますか。それを言ったら、あの何ですか、約束全部守んないといけないんで、そんなことはないでしょう。まあ適当にやっちゃいけないですけどね。まあ自分今思いましたよ、これ。あの私のじゃあ次回の予定はそうですね、いつもだいたい違いますよね。初めて変わるとこ多いですよ。許されないこととは思わないでほしいな。一つのことを始めると、あ、これはよくありますね。食事の時一番好きなものは最後まで残るように考えながら食べますか。はい、その通りです。世の中には楽しいことよりも悲しいことの方が多いと思います。あー、これも割と最近まではもうこれ割とひねた性格、ひねた狂犬みたいなやつだったんですけど、最近はそうでもないですね。楽しいことって結構あの見ないからっていうか、割と一生懸命探さないと見つけられないんだなっていうのを思ってて、でも一生懸命見つけるとそれがまた広がって楽しいなっていうのもあるので、まあ、今の動画もそうなんですけどね。なんでこれは思わないですね、今は。早く大人になりたい、あるいはなりたかったですか？大人になりたかったですね。なりたかったですけど、大人になったらなりたくないんですけど、どうでしょう。なりたかったからはいかな。夢を見続けていればいつかその夢が叶うとそう思いますか？まあ見続けることは絶対条件として必要だと思いますね。ただ
叶うかどうかっていうのはまた別ですけど、見続けてないと叶わないですよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。今 PC が何か文句を言ってきましたね。すいません。いれば、いなければならないけど、難しいな。夢が叶う。こんな真面目に考えたことなかったな。この質問もいつも決まった回数、質問が出るまでいいえかはいをずっと押すっていうやり方なんですけど、叶うとそう思いますか。続けてなければいけないけど、叶うかどうかはわからない。ならいいえか。そうですか。あ、来ましたね。これで最後ですね。あ、すみません、今読まなかったですけど。まあ、ではこれが最後の質問です。で、この行く場所で結構決まるんですよね。おお、これはあんまりやったことない分だな。あ、ここにいますね。 A のポニーちゃんの踊りはいつ見ても A の。あ、これは分かりますね。ふう、たまんねえぜ PP。 あなた知ってますか。いえ。いやー、いやー、知らないとは。今ステージで踊ってるのが巷で大人気のポニーちゃんなんですよ。もう可愛いし色っぽいし言うことなし。いいっすね。ポポポニーちゃん、信じてもらえないかもしれませんが、僕あの子と結婚の約束してるんです。すごいじゃん。でもいつも不安で。あ、そうだ、あなたちょっと彼女に聞いてきてくれませんか。僕のことをまだ好きかってお願いしますよ。これはあかん匂いがしますね。ちょっとダメウェーブが出てるタイプなんです。一応ここでも開けられるんですよね。じゃあ聞いてみましょうか。あ、ハッスルダンスだった。ポニーちゃん、はい、そうれ、ハッスルハッスル。え、私に何の火曜なの。結婚の約束。ああ、そういえばそんなものをしたわね。でも私がスターになるずいぶん前のことだし、今更言われてもね。あらあら。あ、そうだわ、あなた代わりに断っておいて。おい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 ね、お願い。あ、お願いをされちゃいましたね。はい。なんだよこいつら本当に。どうでしたか。もしダメなんて言われたら僕はもう生きていけません。彼女は約束通りこの僕と結婚してくれそうでしたか。どうだろうこれ、まあ、彼の将来を考えると家なんですよね。やっぱ死ぬほどのことではないんでですね、まあ、そういうことはよくありますから。本当にあんまり僕これ人のこと言えないんですよね。こういうシチュエーションでですね、しかもすごくわかるところがありますなんですけど、結局家で構えやしないんですけど、ただ知らない人なんですよね、まあ、なのでとぼけましょう。はい、出演中、あ、すいませんね、出演中にそんな大事なことを聞いても答えられるわけないですもんね。僕は迂闊でした、どうもすいませんでした。まあ、あとはお互いよろしくやりなさい。飛ばされた。あんまりいい性格にならない気がするな。さあどうでしょう。はい、私は全てを司るもの。今あなたがどういう人なのか分かったような気がします。さあどういう人なんでしょうか。これ結構気になるな。初めてじゃないかな、こんな真面目にやったの。多分初めてスーパーファミコン版をプレイした時以来じゃないかな。ドン。世間知らずなの。パフィー、あなたはズバリ世間知らずです。そうかな。結構泥沼を見てきた気がするんですけどね。ドロドロしてましたけどね。そんなことはないと思うかもしれませんが、それはあなたが世間知らずだから思える。まあでもそうですね、それで世間を全て知ったと思ってるあたりが世間知らずなのかもしれません。まあ、ただあんまり小綺麗な人生を送ってきてないので結構ドロドロはしてるんですけどね。まあまあ行きましょう。自分ではみんなとうまくやっているつもりでも知らずに人を傷つけていたりもします。まあそれはそうですね。年を取って大人になってもあなたにはどこか子供の部分が残っていることでしょう。はい、そうですね、それは否定できないですね。本当に未だにガキっていうのはすごく言われますからね。他人には厳しいくせにどこか自分には甘いのもそのせいです。うわー、痛いよこれ。この先本当に辛い思いをすれば
あなたは変わるかもしれませんが、わざわざ辛くなることもありません。ただ今より少しだけ人を思いやる気持ちを持つようにしましょうね。そうか、そうか。丸くなったって言われたのもまだ世間知らずですね。と、これがあなたの性格です。さあ、そろそろ 夜が明ける頃、あなたもこの眠りから目覚めることでしょう。私は全てを司る。いつの日かあなたに会えることを楽しみに待っています。多分ですね、世間知らず当たりじゃない性格ですね。まあまあ気にせず行きましょう。それはファフィーが16歳になる誕生日のことであった。起きなさい起きなさい、私の可愛いファフィーや。おはようファフィー、もう朝ですよ。今日はとても大切な日、ファフィーが王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょ。この日のためにお前を勇敢な男の子に育て上げたつもりです。あ、懐かしいなこの音。よし、では早速。はい、力の感じ。なんかまっすぐ歩けない。さあ、母さんについてらっしゃい。やっぱりでも結構綺麗ですね。スーパーファミコン版よりはあのベースは一緒なんですけど、キャラクターとかはちょっと、まあ、テクスチャーが変わってますよね。はい、ここからまっすぐ行くとアリアハンのお城です。王様にちゃんと挨拶するのですよ。さあ行ってらっしゃい。ここまでの流れってオープニングがあるのかと思ったんですけど、ないんですね。まあいいか、まあ、あの雑ですけどこのまま進めていきましょう。ファフィーやどうしたの、王様に会ってらっしゃい。あ、ちなみにですけどね、これ帰ろうとすると、ファフィーやどこへ行くつもり、あんなに楽しみにしていたのに王様に会わなくてもいいの。そうでしょう、だったら王様にちゃんと挨拶してくるのですよ。まあここであの性格がまた変わったりもしますんで、あ、まあまあそうですね、まあ、もしプレイしてない方おられたらいけないんで、まあいろいろありますよっていうことだけお話しましょうかね。よし、じゃあ行きましょう。なんか十字キーじゃない方がいいなこれ。スティックでやろう。よし、じゃあ王様に挨拶しに行きます。はーい、こんにちは。よくぞ来た、勇敢なるオルテガの息子ファフィーよ。すでに母から聞いておろう、そなたの父オルテガは戦いの末火山に落ちて亡くなってしまった。しかしその父の後を継ぎ旅に出たい、あ、しまった、というそ、あ、ごめんなさい、しまった、指が滑った。ごめんなさい。そなたならきっと父の意志を継ぎ世界を平和に導いてくれるであろう。敵は魔王バラモスじゃ。世界のほとんどの人々は未だ魔王バラモスの名前すら知らぬ。だがこのままではやがて世界は魔王バラモスの手に。それだけは何としても食い止めねばならぬ。ファフィーよ、魔王バラモスを倒してまいれ。しかし一人ではそなたの父オルテガの憤を再びたどるやもしれぬ。町の酒場で仲間を見つけ、これで仲間たちの装備を整えるがよかろう。ファフィーは50ゴールドと武器防具を受け取り袋に入れた。ではまた会おうファフィー。はい、昔はこれあれがなかったですね、袋っていう存在がなかったので結構アイテムを持ち運ぶの大変でしたね。スーパーファミコン版からですね、袋が登場したのは6だったのかな、その前に。でリメイクの3が出た時に袋があって、こんな感じだったような気がしますね。まあいろいろお話聞いてくのも面白いんですけど、まあさすがに時間全然なくなっちゃうんで、あの、まあ、あんまりこう見せるプレイではなくて、あの私が遊ぶのを見せるプレイになるんですが、すいませんがそんな感じでお付き合いいただければ嬉しく思います。ざっくりは覚えてるんだけどな。 OK、 小さなメダル1個見つけました。まあ、これも、まあ、わざわざ言う必要ないかもですけど、あのメダル集めると、あのなんていうんですか、あの、まあ、物と交換してもらえるので結構いいものがもらえるんでですね、3の、 あのリメイク版は本当
小さなメダル結構貴重ですね。どうだっけな、まあ、ここなんですけどね、1枚だと特にもらえるものないのかな。ちょっとまあ覗いてみましょうか。よいしょよいしょ。ここにメダルおじさんがいてですね、ここに書いてあるかな、はい、トゲのムチが5枚、ガーターベルト、いやこの序盤の刃のブーメランあたりまでは本当に飛び級で強いので、まあ手に入れたら戻ってきて回復してもらうのはありですね。まあ、すいません今話しかけなかったですけど、まあ、5枚まではどうせもらえないの分かったのでこのまま行きましょう。それではですね、まずは酒場に行ってルイーダの酒場で仲間を入れましょう。ここも確か何か入ってるはず。 OK、 序盤はお金貴重ですからね。普段自分で遊ぶときはあの2人で進めることが多いんですけどね、今回フルメンバーで行こうと思います。あの人数少ないとあの経験値があの割り算になるのでちょっと多めにはもらえるんですよね。はい、じゃあ冒険者の登録する場所ですね。ここでまあ名前登録してあのまあ仲間を作っていくって感じですね。じゃあ登録しましょう。名前どうしよう、名前はですね、そうだね、これはそうだ、考えてなかったな、どうしよう。パフィー、じゃあですね、これまあまあ知ってる人が見たらボロバレなんですけど、あの私が飼ってた金魚の名前を入れていきましょう。ですね、ランチューのリンゴさんっていうのがいたんですよ。すごい食いしん坊でですね、じゃあここはあの女性でいきましょう。まず入れたいのはどうしようかな、なんか盗賊っていう感じじゃないんだけどな、僧侶、ああ悩むな今更、本当はもう決めてたんですけど、いっか、ちょっとイメージ違うんですけど、盗賊のリンゴさんにしましょう。はい、ここでまあ種を5種類使います。これは自分でやりましょう。でこの回数がある程度ランダムです。ある程度どっちかというと多い時がたまにあるっていう感じです。でステータスもばらつきがあります。でこのステータスの数値で性格が変わるんですね、まあ、なので結構狙う場合はしっかりあのこのポイントをここまでに収めるみたいなのがやっぱり必要になります。だから何回も作り直した方がいいですね。で今回もう一発勝負です。もう適当にやります。半分覚えてはいるんですけどね、まあ、あんまり気にせずいきましょう。力が欲しいので力使います。で体力はいいかな、あでもある程度バランスよくいきたいな。じゃあスタミナ入れましょう。でカシコさん、あーいいか、ちょっと狙っていきます。セクシーギャルどうだったかな、最後ラック入れるか。さあどうだ、ドン、男勝り、まあいいわ、男勝りは外れじゃないですよ、悪くはないって感じです。力が強いタイプですね、まあいいでしょう。どうだったかな、セクシーギャル割とあのそうか、力っていうよりはあの賢さと運の良さに振らなきゃいけなかったのかな。まあいっか、じゃあ行きましょう。このままリンゴさんを登録します。はいはい、では2人目はですね、どうしようかな、ややこしいんですけどね、これ私がつけた名前じゃなかったりはするんですが、
パフィーさんと一緒に飼ってるのがですね、パピーちゃんっていうのがいてですね、ちゃんかどうかは分かんないんですけど、魚はですね、何しろ性別が非常に分かりづらくて、なんですか、繁殖期になるとブツブツが出たりするのがオスだって言われてますね。で、まあ、パピーちゃんこれでいきます。パピーちゃんはどうしようかな。女の子にしましょう。ハーレムになっちゃうな。2人目はですね、魔法使いでいこうかな。いいです。じゃ自分でやります。じゃあ5回ですね。力はいいから、素早さと、賢さが欲しい。ラック低すぎるので出しましょう。は1位。ちょっと体力怖いんで、1個は足しておきたいな。素早さもう1個振るか。良さがひどいですね。壊滅的ですけど。普通、出た、普通。一番どうでもいいやつですね。まあしょうがないでしょ。じゃあ普通のパピーさん、結構普通とセクシーギャルって結構ボーダーラインだったりしますね。よく似たようになります。条件満たしてもセクシーギャルならなかったりします。で、何回も言ってますけど、このセクシーギャルが、全ての補正が能力値上昇の補正がプラスになるっていう性格なので、まあ人気の分ですね。まあ実際は偏った方が強いとは思うんですけどね。じゃあパピーリンゴさんで、みかんさんがいたんですね。みかんさんも乱中でしたね。じゃあみかんさんは、みかんさんはですね、リンゴさんの後ろをついて回るような、ちょっと根性のない子ではあったんですが、じゃあみかんさん、はい、みかんさんもどうしよう。まあいっか、そんなにたくさん男いらないんですよね、正直な話。男の方が力上がりやすいとかあんまりないんでですね。で、ここをどうするのかというとですね、あえての遊び人なんですよ。結構攻めてるパーティーだと思いますけどね。はい、自分でやります。はい、いや素早さは爆弾低いので、うわ OK。 運の良さはですね、ほっといてもどんどん上がるはずなんですよ。スタミナと賢さか。賢さはまあどっちでもいいな。力上げましょう。力と素早さ、体力は直結するのでやっぱ欲しいですね。あと一つどうしようかな。力1だ。うわこれはダメなメンバーな感じがしますね。性格みんなダメだと思う。まあまあでも後で帰れますから、まあまた説明しますけど、本があってですね、それで性格変えられちゃうんで、まあ貴重な性格はなかなか変えられませんけどね。よし、うわってぐちゃぐちゃ言ってた。もう30分なんですね。じゃあ仲間を呼び出しましょう。まあ初期メンバーがこれですね。リンゴさんと、リンゴさんが一番当たりだな、これ。トロフィーゲットですね。みかんさんで、で、パピーちゃんにしましょう。OK。じゃあ、行きましょう。で、道具を渡しましょうね、早速。パフィーは、あれ袋に入れてあるのか。旅人の服を、ちゃんと見えるようになってますね。ですね、リンゴさんは前に立ってもらうので、で、梱包、飛行機の方は、リンゴさんに持ってもらいましょうか。最初装備品がないんですよね。の剣はどうだろう。やっぱ装備できないんだ。種は普段は絶対取っとくんですけど、今回使います。基地だ。ラックの種も使えます。やっぱ勇者全振りでもいいでしょう。
リンゴさんは、まあ、こんなものかな。じゃあしょうがないですね。これで売っちゃいましょうかね。この方はいらないですね。で、今後はもう装備できるんじゃないの。出ましょう。鍋の蓋売ってんだ。ちょっと上がるね。パピー以下なんだ、みかんさん。やばい。あんまり真面目にこう遊びに行って育てたことないんですけど、100ゴールドで買えるもの。まあいっか。ちょっと一回これはお金は持っときましょうかね。お鍋の蓋ぐらいは持っといてもいいような気しますけど。50ゴールドか、なんかちょっと高いな。いいや。で、そうですね。いや、それより薬草を買っていきましょう。少し薬草を3つぐらい買っていきましょうか。よし、行きましょう。じゃあまあ早速出発ですね。おお、名曲ですよ。ちょっと聞きます。はよ行けですか。出だしぐらいは聞きましょう。やっぱりいいっすね。すいません。よし、まあまあ、あ、そうか、あ、あれなんだ。すごいな。これスーパーファミコン版はあれがなかったんですよ。オートっていうか、あの命令全員しなきゃいけなかったんですけど、確かそうだったと思うんですけどね。行っちゃうか。あ、しまった。懐かしいな。いいですね。パピーちゃんのあのベラが効いてますね。まずあの真ん中の島にある塔に行きますね。これは十字キーで操作した方がいい。よし、ちょっと無茶かな。ベラがどこまで持つかな。OK。 意外と遊びってなんかすごい遅いイメージなんですけど、意外とあっさり上がりましたね。ちょっと並び替えしましょう。ハッフィーはですね、実は確かあんまり素早さが守備力と直結するので、後続がやっぱトップでしょうね。次みかんにしてパフィーパピーとしましょうか。いや、よくないなこれ。最初はみかん結構貴重なあの殴り役なのでこうしましょうか。作戦どうなってんの。あー、みんなバッチリ頑張るのやな。じゃあいっか。ダンジョンはですね、私はもう本当かなり覚えてたんですけど、でそうですね、なのであのリンゴさんはあの素早さが上がりやすいので、とにかくあの硬いんですよね。
手いて。今日やべえ。うわあ、死ぬじゃないぞ。よし、勝った。危なかった。よしよし、盗賊も結構レベルアップ早いですね。よし、じゃあちょっと薬草使いましょうね。レベルアップで回復とかそういう便利なシステムはないので。よしよし、これで旅人の服の2着目ですね。あ、3着目になるのか。どうしようかな。ピーちゃんに着といてもらうか。よし。あれ違ったかな。多分道間違ってますね。あ、敵の数が多いな。うわ、出た。あの、遊び人はあんな感じにサボる時があります。うわ、みかんさん死にそう。うわ、出た。余裕の遊び。危ない。よしよし。よし。押し切れ。危なかった。もうちょっと薬草買っとけばよかったな。よしよし、ファフィーも上がりましたね。わあ、もうすごくダメな感じがしますよ、これ。割と性格大きいんですよね、序盤は。じゃあ、袋から薬草を使うで、みかんさん、早く性格変えたいな。これはなんだっけな。これ、パピーさんのあの、メラが切れると結構大変なことになりますよ。全滅の危険があります。痛い痛い。結構痛いですね。パフィーはやっぱ素早さが上がってないからやっぱり柔らかいんですね。そうなんですよ、ね、だからあの選手とかも足が遅いので意外と守備力低いんですよね。結構遊び人のレベルが上がる。しかも生意気に結構ステータスが上がってるっていう。お金だ。これは使わざるを得ないでしょうね。後がなくなりましたね。うわ、これまた痛いやつですね。まあいい、しょうがない。あ、でもやっぱりリンゴさんは硬いですね。他の人は結構これダメージもらうと思いますね。さすが硬い。向こうも硬いけど。はい、あ、力上がってくれるのいいですね。いや、何か呪文を覚えてほしいな。よし、もうちょっとだ。よいしょ。これであの島の方に着きましたね。で、とりあえず早速、ここだったっけな、ここだ。ここが宿屋なので回復しましょう。 MP がないと戦えない。痛い。もう割とあのレベル上がるまでって真面目に戦うイメージだったんですけど、あの遊び人はもう早速ガンガン遊んでますね。全然やる気ないですね。
もうちょっと頑張ってくれるかな。よいしょよいしょ。じゃあ8ゴールドなので止まりましょう。よし、じゃあ進みます。レベル的には問題ないと思うんですけど、アイテムの位置をもう覚えてないだろうな。どうだっけ、人面鳥なんか嫌な攻撃してきた気がするんでね。結構もらえますね、ファフィーは。よいしょ。そうなんですよね、性格がヘボいとあんまり戦闘しない方が多分いいんですけどね。まあでも4人がかりだとやっぱりそんなに全滅はしないんだな。2人とかだと結構やらかすんですけどね。おお、フロッカー、これはちょっと強いな。いけるか。まあメラがあるからいけるでしょう。ワリコにしてみるか。まずは数を減らすことから。 OK、これで2体。あ、やっぱ硬いですね。おお、いっていて14もらいましたね。出ましたよ早速みかんさんは遊びの神髄を見せていきますね。りんごさんレベルアップ。あ、まあでもやっぱ男勝り悪くない感じですね。みかんさんはまあな、運の良さやっぱバリバリ上がりますね。今出てこい。金か。ちなみにこれいつものパターンですけど、死ぬと半分になりますね。全滅は避けたいところですが、大ガラス結構数出ますね。わわわ、暴れてるね。おお、いて。まだいける。いや、リンゴさんがでもいい壁になってますね。盗賊は本当序盤では無類の防御力を誇りますからね。防具が大したのがないうちはやっぱり素早さ大きいですね。よし、コイミを覚えてほしい。コイ MP が上がらない。そしてメラいらない。おお、ないんかい。となるとこのまま進むのはやばいですね。ポイント8か。1回降りないとだな。ちょっと苦しいですけど、すいませんね、地味な攻略で。一応メゾとしては1時間ぐらいをメドにしてやろうかなと思ってますね。1時間じゃちょっと短いかな。まあ1回目はあんまり欲張らずにいきましょう。ちなみにですけど、このメンバーで1時間でここの塔をクリアするまでできるつもりで始めてました。で、今やってて無理だなこれって思ってますね。結構厳しいっすわ。いや、覚えてないもんだな。こっちか。じゃあ、そして敵が安定して出てる。うわー、やべ、これ全員攻撃してこない。あ、大丈夫ですね、全員じゃないんだ。ファミコン版のドラクエ2とかがひどかったんですよね。これがいけるでしょ。パピーさんは余裕の MP ですね、すごいな。でパフィーさんはすごく頭が悪いんですけど、世間知らずだからか。
最初に性格変えた方が良かったかな。一番ダメだって言われてる性格なんですけどね。だ、ない、一応全然覚えてない。よいしょ、うわこれはちょっと多いな。逃げましょう。うわ逃げれないか。おもらうもらう。あれなんか多くない多くない。うわ嘘やばい、これ良くないね。逃げれるでしょ次は。さすがにこれ帰んないとダメだな。もうやばいですね、これこのメンバーでパピーさん死んだらもうダメでしょ。これしょうがないな、進めない。あーでもお金300あるのか、一回帰ってもいいな。間違えた。うわー一発もらったら死ぬ。ここは畑だな。よし4分の1引かなければいい。勝った。わあ超地味だな。よしよし、まあまあレベル上がりましたね。 MP はでもしっかり上がっていきますね。スカラいいね。序盤はもう魔法はめちゃめちゃ貴重ですからね。 そろそろあの予定ではあのファッフィーがあの恋味を覚えて僧侶役をする予定だったんですよ。予定だったんですけどこれやばいですね。ものすごい頭が悪そうですよこれ。よし、いやでも逃げた方がいいね。ちょっと RTA 味が出てきましたけど、これは戦ってもいいんじゃない？思ったよりレベルが上がってちょっとびっくりはしてるんですけどね。いいよ。相変わらずですね、2巻のあの遊び率はなかなかですね。ちょっと予定と違うのはあのパピーさんのあの MP がなくなるのが心配だったんですけど、あのそうじゃなくてみんなのヒットポイントの方が先になくなってますね。よいしょ、あ来た来た来た。よし、あわしは幾度と、ごめんなさい、幾度となくお前に鍵を渡す夢を見ていた。だからお前にこの盗賊の鍵を渡そう、受け取ってくれるな。ちょっと一回読み直せればいいので家をします。そうか、わしの夢もたまには外れることがあるでな。もう一回話してみましょう。わしは幾度となくお前に鍵を渡す夢を見ていた。だからお前にこの盗賊の鍵を渡そう、受け取ってくれるな。はい、ファフィーは盗賊の鍵を受け取った。はい、ところでファフィーよ、この世界にはそなたの性格を変えてしまうほど影響力のある本が存在する。はい、もしそのような本を見つけたら気をつけて読むことじゃな。では行くがよい、ファフィーよ、わしは夢の続きを見るとしよう。まあこれですね、多分あると思うんですけど、はい、おてんば辞典ですね。で、あ、おてんば辞典だけか。じゃあ、男勝りはいいと思うんですよ。これおてんばは多分女の子だけですね。旧社どうにかしないと。天馬は力系じゃなかったかな。普通、まあ普通は外れじゃなかった気がするので、おてんば辞典を普段ほんと使わないですけど、これ絶対売るんですけどね。じゃみかんさんを今おちょこちょいってなんかでもダメそうな感じがするんで、おてんばにしましょう。使う。みかんさん元気いっぱいだった幼い頃の記憶が蘇ってくる。みかんはちょっぴりおてんばになった。あの性格はおてんばになりますので、ほらこんな感じですね。
あと社の性格これどうにかしないとですね。まあ、また本を探していきましょう。もう一つぐらい宝箱あった気がするので、ちょっと粘って、まあ、あそこありますね。ここにもある。これは逃げたい。よいしょ。あ、キメラの翼助かる。これで戻れますね。うわ、これ一回逃げるの失敗したら結構大ダメージ受けるパターンですね。戦いましょう。いいね。よしよし。暴れてますね、相変わらず。回復が使えないのに痛いですね。OK。押し切れるうちは押し切った方がいいですね。下から降りてくるのか。じゃあ確かこのここだっけ。いや違うな。これをバブルスライムで逃げよう。うわー、毒はちょっと嫌。オッケーオッケー。いや、こっちじゃなくてさっきの場所から。ないよね。あら、あ、この下か。上に上がれるんでしょうね。これを一回下ってですよ。あ、これ降りた方が早かったかな。あ、いっか。いきなりだ。あ、でもだいぶ安定はしてきましたね。戦おうか。よしよし。おお、いっていて。回復がないと本当つらいですね。よし、倒しきれ。よしよしよし、よく頑張った。そう、勇者はまたレベルが上がるの遅いんですよね。薬草拾ってなかったっけ。何気に遊び人も早いんだな。地味に能力伸びてますね。手に入れてないか。酸化まずいな。これ降りましょう。すいませんね、ちょっと効率が悪いですけど。粘らない方がいいかな。もうちょっとでやべ。いやー、いるか。どうだろう、倒した。よし、いける。ナイス、みかんさん。オッケー、サボらないでくれた。ここで見ても分かるぐらい、こう明らかに勇者レベル遅いですよね。よしよし。まあでも結構戦闘したんでお金貯まりましたね。よいしょ。じゃあちょっと、まあもう目的はこの鍵を手に入れることだったので終わってるんですが、まあちょっと、もうちょっと、あれ違うな。あ、ここはひょっとして左から上がれたとか。違うね、もう道に迷ってんじゃん。どうだったっけ。
上から降りてくる、いや違うよね、なんかでも階段見えたんですよね、さ宝箱のとこに。あったあったあった、これだ、きっと。あ、ほらほらほら、あ、小さなメダル、助かる。これで2枚目ですね。ではでは、これは戦いましょう。みんな結構成長してますね。勇者がね一番ダメじゃん。世間知らず、そんなことは思わなかったな。まあまあそう言われることもあるからしょうがないか。宝箱だ、薬草嬉しい。オッケー、あ、また十字キーでもよそに行っちゃうっていう。薬草を手に入れたんで、で、どうしようかな。上に行きましょう。ちょっと攻めてますけど、右に行くとお城に帰れるんですけどね。とアイテムの回収をしたかったので、オッケー、よしよし。結構でもコンピューター賢いですね。いい感じでフォローしてくれてます。マフィーさんが死にそうじゃん。上がった上がった。さあホイミ覚えて。うわー MP が上がらない全然。覚えた覚えたけど1回しか使えない。でもしょうがない、ファミリーさんホイミ使いましょう。1回薬草と一緒だよ。俺はメンバーミスったな。これ押し切った方がいいですね。いやでもパピーさんのメラがすごく効いてますね。この構成知ってる人が見たらすぐ分かるな。今はそうでもないんですけど、アクアは結構やってたんで知ってる人は知ってるんですよね。リンゴさんは、キスバヤさんのターンを使いましょう。パピーに使います。よし、これで防御力1上がりましたよ。で、リンゴさんが、木の帽子を渡す。結構ファフィーさんの方がひょっとしてこれ柔らかいのか。あ、いっか、ファフィーさんかぶって。で、あとは装備品はないですね。よし、行きましょう。じゃあここで回収するものは以上で終わりです。これででもだいぶ硬くなったので、違うと思うんですよ。まあ、そんなに硬くなってないか。よし、でこれがまあちょっと離れた場所なんですけど、まあ、この南に最初のお城があったところですね。これが次の町です。よし、じゃあ早速物を漁っていきましょう。はい、あ、よかったですね。あ、やった、力の秘密。まああんまりいい性格じゃないと思うんですけど、今よりいいでしょう。そしてもっと頭が悪くなりそうな気もするけど、力の秘密を使います。パフィーに使います。力自慢、よし、これで攻撃力は上がります。そしてさらに頭悪くなったんじゃないかな。まあいっか。なんかなかったかな。違うか、夜かな。賢さの種、あ、これは使いましょう。もうドーピングですね。いいぞいいぞ。はい、なんじゃお前さんは。
わしの家には鍵をかけておいたはずじゃが、もしや鍵を持っておるのか。はい。なんとそれは盗賊の鍵。するとお前さんがあの勇者オルテガの、そうじゃったか。で、盗賊の鍵を持ってるとオルテガの息子ってわかるんですね。ではあればこれをお前さんに渡さねばなるまい。リンゴは魔法の玉を受け取った。はい。その玉を使えば旅の扉への封印が解けるはずじゃ。気をつけて行くのじゃぞ。よし、じゃあこれでまたキーアイテムゲットですね。消しそうゲットです。あるかな。あー、ないか。いや、今回はでも本が貴重だな。これはこれで楽しいですね。よいしょ。あ、これただの教会か。すいません、あんまり覚えてなくて。これはですね、そうです、ここにある。これは覚えてた。そう、この力持ちがいつかきっと役に立つはずですって言われるんですね。ですね、鎖鎌も待つんだけど、お金は上手に使いたいですね。これはちょっとまた悩みましょう。今日はとりあえず進みましょうね。なんかあるんだっけ。いや、ないな。確か上もなかったんだけど、ないね。まあ、いずれあの盗賊がレベルアップすると、あの、なんていうんですか、あの、あれが使えるので、魔法であのアイテム何個残ってるとか、ここにあるよとかっていうのが調べられるんですよね。ちょっと怖いけど、もう少しだけ進んで、あ、曲がってしまった。まあ、しょうがない。魔法使えばいけるでしょ。 OKOK。 で、この先からまたちょっと敵が強くなるので、いいね。まだ魔法は覚えないか。次は山岳は出やすいんですよね、敵が。結構足速い。数が出るのやっぱ嫌ですね。すいませんね、1時間超えちゃいましたね。まあ、もう少しちょっとやりましょう今日は。あ、で、裏でやるかどうかっていうのはまだあんまり決めてないですね。お、いいね。そう、あの盗賊はあの倒した後に盗んでることがありますね。まだ強いやつ出てないので、もうちょっと押し切りましょう。うわ、出たよ。痛いな、これは。うわー、死んじゃう。オッケー、押し切れ。大丈夫だ。よいよ。ナイス壁。いいね。あ、ちなみにですけど、性格変わってもあの数値はレベルアップまでは変わらないですね。次のレベルアップから補正が変わるっていう感じ。いいですね。あ、これは魔法もらうと一発で持ってかれるな。うわ、メラ来た。いい、行け。押し切れ。高いんですよね。行け。なんかみかんさんはもうあんまり使いたくないな。オッケー、ここまで行きたかったので。これは、あ、これはいいですね。あの、なんていうんですか、グループ攻撃武器について書いてある。小さなメダル。よし、キメラの翼。よし、あ、若いの魔法の玉をお持ちかな。はい。ならば、いざないの洞窟にお行きなされ、泉のそばのはずじゃ。次の目的地ですね。よいしょ。まあ、あの泉のとこなんですけど、ちょっと今行くとすぐ死んじゃうんで、まずはキメラの翼で帰りましょう。
あ、選べるんだ。じゃあアリアハンに一旦戻りますね。デーベンはさっき寄った村ですね。でこれで最初のとこ戻ってきました。で、今日はまあダンジョンの攻略はここまでにしましょう。で、アイテムの回収をして終わりましょうかね。ですね、これは魔法の鍵ですね。ここが入れるので、これは OK。 魔法の玉を使えば旅の扉の封印が解けるそうじゃ。確かレーベの村に魔法の玉の研究をしておった老人がいたと思ったかな。これがヒントですね。で、まあ続いてなんで回りましょうかね。牢屋ですね。一応あの牢越しに話しかけられます。で盗賊の鍵を手に入れてると、ここがあのさっきのあの塔の最初あの下側に塔に行く道があって、上にから出てきたじゃないですか。あれの右に行った場所ですね。なのでこことつながってます。まあまあいらない解説ですね。まあそうですね、あのやったことない人はぜひやった方がいいよって言っといて、こういう話をするのあんま良くないですね。やめましょう。そうですね、いちいちいらないこと言っちゃうから。よし、じゃあちょっと一回道具を整理しましょう。道具整理で、はい、全員はないんだ。 OK、 まあいいや。あーでも装備品ぐらいはやってもいいかもですね。裏でですね、あのお買い物やっぱちょっと結構考えると時間かかるんで、お買い物に関してはあの裏でやるようにしましょう。小さなメダル5枚ゲットです。では、本当でも序盤の装備品は全て使えるものばかりなので、もう手に入れたらすぐ来たいですね。はい、じゃあおじさんに5枚あげましょう。はい、トゲの鞭です。で次10枚でガーターベルトですけど、これもあの性格がセクシーギャルになるので、まあ今日アイテムですね。トゲの鞭は、これ盗賊が装備できる貴重な武器なので、リンゴさんに持たせましょう。で、ヒノキの棒を、まあこれも魔法使いが装備できる貴重な装備品なので渡してみましょうかね。ちょっと全員の物理火力、まあハッピーちゃんはいいような気がしますけど、あげたいのはあげたいですよね。まあこれはレーベで揃えた方がいいでしょうね。あ、そうですね、まあ、あんまり説明してもって言ったんですけど、まあ、あのお家に帰るとあの人数多くてもちゃんと泊まれるので、お母さんに話を聞いて、薬草もらっていけばよかったな。まあまあ死なずに行けましたからね。よし、じゃあファフィーが上がってしまって、すみません読めなかった。何か失敗をしないかと母さんは心配してたのよ。でもいらぬ心配だったわね。パフィーはもう立派に一人前ですものね。まあ、世間知らずじゃもうなくなりましたからね。ともかく今日は疲れたでしょう。さあもうお休み。はい、これで無料の宿屋です。よし、しかし頭が悪いのは治らないので困ったな。ちょっと夜にしたいんですけどね。強いでしょ、こんな感じなんですよ。で結構盗賊はですね、この手のあの集団攻撃武器が使えることが多いので、あのなかなか強いですね。硬いですし、何より。その代わりあの魔法系は全てあの
移動中に使うものばっかりですね。便利なんですけどね。生意気な。そうですね、そしたら今日はですねこれで夜にして、あ、出たな、これちょっと強いんですよね。あのアイテム一つ手に入れたら終わりにしましょう。なんか懐かしいな、こんな感じのレベル上げってよくやってましたけど、そのファミコン時代はですね、あの敵を出すこう、今はですね、あの今のシリーズとかこのシリーズもそうなんですけど、遊び人が覚えるあの口笛ですね、これであの敵を強制的にエンカウントできるんですけど、昔はそういうのなかったんで、あのずっと山の上とかをうろうろしてレベル上げしてましたね。指がすごい疲れるんですよね。もうちょっとだ。なかなか夜にならない。まあいいか。しかし無知は強いですね。一気に火力が上がった。ファミコン版はなかったかな、無知ブーメランは。一応ドラクエ3はこんな感じで昼夜があるので、夜になるとここお昼はですね、あの人がいて入れなかった、ここに立ってたんでですね、なんですけど夜はいないので入れます。で、まあ、漁りたかったんですね。はい、小さなメダルゲットです。ないか、あ、心配されちゃった。そうだね、とその昔は夜は私も怖かったですね。しっこ行くのが怖かったですから。よし、だいたいアイテムは取ってたと思うので、こんな感じでお家でお母さん待ってますんで、まあ遅かったのね、でも無事で本当に良かったわ。さあ早く家の中へ入りましょう。で、お帰りなさい私の可愛いファフィ、さぞや疲れたでしょう。さあもうお休み、お友達もご一緒にゆっくり休むのですよ。はい、いいお母さんですよね。はい、おはよう、もう朝ですよファフィ、さあ行ってらっしゃい。よっしゃ、よし、それではですね今日はここまでにしましょう。で、次回始めるまでにですね、この後まあちょっとやっちゃいますけど、今581ゴールド持ってるので、ちょっと装備を少し触りましょうですね。で、まあ、ここから先ちょっと考えないとやばそうですね。回復役がいないな。ちょっと遊び人は攻めすぎたかなとは思ってるんですけど、まあまあ始めちゃったんでこれでいきましょう。まあこまめに薬草を買う必要があるかなという感じですけどね。まあどうにか頑張ってやっていきましょう。はい、では、次回はですね、まあ、次回はこの後のあのレーベの村からになるかな、そのぐらいまでちょっとで、あの装備品を整えてから、あの次回はそこから出発するようにしましょう。はい、では、まあ、こんな感じで緩い感じの新シリーズなんですけど、まあ、あのちょっと自分もあの前回ちょっと長編を2つやった関係もあるので、あのちょっとのんびりというかあのふわっとあの RPG で、あのコマンド式の RPG でこうちょっとゆっくり遊んでいこうかなと思いますんで、あの、まあ、よかったらですねまたお付き合いいただけると嬉しいかなと思います。で、あとやっぱりですね、最初にも申し上げましたけど、ドラクエのシリーズはやっぱりそうですね、いきなり見るよりはやっぱり一度遊んでほしいなっていうのはすごくあるんでですね、特にあの 1,2,3 はいろんなあのプラットフォームでプレイができると思うんでですね、あのまあ皆さんそれぞれのあのプラットフォームで特にプレイされたことない方は今そんなに高くはないと思うんですよね。 1,2,3 はだいたいあんまり高いイメージないので、4以降は結構どれもえっていう値段だったりはするんですけど、 1,2,3 はかなりリーズナブルだと思うので、ぜひあのナンバリング通りに 1,2,3 とやっていただけると絶対楽しいと思うんでですね、あのぜひぜひ遊んでみてもらえるといいかなと思います。まあどのゲームでもこれは言うんですけど、まあ、ドラクエは特にそうですね、
思うとこやっぱありますし、で次回はまあこうゲームの説明っていうよりは本当プレイしながらその昔のあこうだったなとかっていうのを中心にやっぱり喋りたいんでですね、まあそんな感じで進めていきたいなとは思いますが、そうですね、ただ自分もかなり覚えてないので意外と必死こく感じにはなりそうですねこれまあまあいいでしょう、まあ、緩くやっていこうと思います。では、よかったらまた次回も遊びに来てみてください。今日は本当長時間あのお疲れ様でした、ありがとうございますですね。ではでは、また次回お楽しみにって言えるほどではないですけど、まあ、よかったら一緒に遊んでいきましょう。それでは今日のところはこれで失礼します。どうもありがとうございました。さよならです。はい、ではバイバイ。